ラフ深い時の50から70ヤードくらいの打ち方が分かりません。あるある。まずは多分ね、こうラフが長い時ほど意外としてこれはすぐ使えたなみたいなのは、はい、ザ・クラシッククイーンコースの4番ホールです、はい、引き続きナモタンと太郎さんと対決してます。勝利者にはユニカ食品さんから提供いただいているシトリックを、はい、勝利者承認しております。ありがとうございます、はい、164ピンまで1番に行きます、はい、狙いは手前で行かなくて、あ、上げ分かんないんで8で強めに行きます、はい、高と後ろから8やなんかすごかったオーバー。おー、いい音。ナイス。ナイス。ちょっとフォローがあるかもしれない。164ヤード。はい。7番に行きます。はい。風もありますね。風あるよね。もう一回。あ、薄いんか。出したね。すいません。あれ、ダフってるぞ。ちょっと手前でした。ちょっと素振りが怪しかったですね。うん。ちょっとこの辺から怪しかったもんね。クラブは8番、8番アイアンで。はい。はい。ちょっとカットでいきますよ。いろいろやるなって言われるけど。はい。まだ早いって言われるけど。いいよ、それで。それでいきましょう。そう。させない？えぐい。ナイス。素晴らしい。どうですか？はい、どうです。完璧。ありがとう。レベルが上がってるんですよね。彼は。上手くなってます。ありがとうございます。あんだけ回ればね。あんだけ回れば上手くなるよ。褒めてもらえないんですよ。厳しいですね。あんだけ回れば上手い。当然ですよ。一番の師匠かもしれない。そうだった。いや、最近理事長杯ってあのメンバーのクラブに出とって、あれを予選でトップで通過できたよ、うんうん。そしたら太郎さんが翌日にミッションバレーたまたま行ってて、ストーリーで上手くなったな通る。ブレーキダンプ。あれです。上からいい。ちょっとお墨付きで。全然いいんだよ。頑張ります。うん、頑張りたまえ。ミッションといえばもう黒から69や、ね。そうなんですよ。やばいよ。幻の。おお、ついてるね。ありがとうございます。ナイス。ありがとうございます。で、決勝終わったのもう。決勝が今週ですね。はい。戦い中。戦い中で、あと2試合残ってます。あれマッチプレーな。決勝トーナメントで、はい、16人予選で絞って、はい、4回勝ったら優勝です。うーん、今2回勝ちたいね。勝ちたい。優勝したい、はい、初タイトルやない。初タイトルで、あ、頑張ろう。いや、なんで俺めっちゃ感覚で、はい、キレもないね。ちょいラフですね。ちょいラフっすね。え、こうでしたっけ、こうこうでしたっけ。見てる。アプローチこうでしたっけ。見てくれて。右の手を送るんでしょ。送るんでしょ。ちゃんと見てる。送るんですよね。もうミオちゃんの新外しとこれとで全パクリで吸収していこうと思って全部。これはちょっと自分流で。うわ、出しすぎたな。あ、止まった。フェザーすぎました。出しすぎたね、今雰囲気を。柔らかすぎましたね。ちゃんとしようか。ちゃんとしようか。見せようとしてしまう。ライスの上りですね。ちょっと難しそう。ボディしたい。切れるな、切れるな。ナイス。うわ、ナイス。ありがとうございます。ちょっと待って、師匠の真似やばいって。あ、切れんか。切れんな。はい、切れます。はい、ちょっと切れそう。
強いか。どうだった？惜しい。はい、トライ。ナイスパット。はい。うん。ナイスパー、ナイスパー、ナイスパー。はい、なんか芯に当たるよ。なんとナイスバーディー。おはようございます。ありがとうございます。まあ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 、これぐらいはナイスバーディーやね。うん、パターうまい。ちょっとね、チャンネル出てないから上手くなってきた。ちょっとね、本当に上手くなってきた。真剣味が、ね、真剣にやるもんね、ゴルフ。じゃあちょっと質問をさせてもらいます。はい、NG なしでお願いします。 お願いします。今回もあの質問コーナーやってますんで、インスタグラム僕のフォローしていただいたら質問答えれますんで、あのストーリーから質問募集してますんで、お願いします。ぜひフォローお願いします。質問来てます。ゴルフクラブ車から出すのめんどくさくて夏の間も入れっぱなしなんですが、ダメですよね。絶対にダメ。ダメなんだ、うん、クラブはなんで。熱がこの熱にゴルフクラブって弱いから。あ、もう何十度ってなるけん。で、ほんと夏ずっとクラブ置いてて、うん、久しぶりに練習場で打ってヘッドがポーンと飛んでいくとか。え、そんなある。熱でここの中の溶剤が溶けて緩んで、ソケットがこう浮いてきたりするのも車が熱、はあ、入れてる人多いと思う。俺入れっぱなしやもんね、うん、まあ立中とかだったら大丈夫なんですけど、外に平置きとかの時は。ザ・クラシックのクイーンコース5番ホール441ヤードです。はい、長い。真ん中に池あるもんね。260池らしいんで、そう、2番目いきます。はい、はい、グッショー。まっすぐ、グッショー。ナイス、はい、ナイス。だいぶ刻んだよ。まあ、ちょっと打ちたかった。新しく入れた2番アイアン。え、刻むと、あ、ほんとやね。2番アイアン入れてなかったよね。新しく入ってます。 FP790 の後期モデルですね。球をちょっと上げたかったので。あ、上げた時にやっぱ2番でこう、初代にするとちょっと下から打った時にキャリーが出ないかなと思って。なるほど、キャリー確保するためにも勉強になります。結構上のレベルやん。ドライバーでいきます。はい、ドライバーやったら左の奥のバンカー、うん、左フェアウェイになります。やばい、今右ワンペ残るのは、うん、分かんないですね。多分ちょっとドライバーでいきます。はい、はい、真ん中狙いで、真ん中で、はい、中腹にありそう。伸びなんて。ああ、ね、なんかね。なおだに質問です。ドライバーを、はい、ドライバーを G クラブにしない理由を知りたいです。G クラブにしない理由。やっぱ G クラブは僕の中であんまり飛ばないイメージがあります。全部じゃないけど。あとはやっぱ道具キャラとして。試し使った時にみんなが買いやすいものがいいかなと思って、うん、ああ、なるほど、うん、どこにでも売っとる、うん、G クラブめちゃくちゃ物がいいのもあるけど、それを紹介した時になかなか買い、やっぱ取り扱ってる工房が限定されたり、はいはいはい、近くになかったりして、なかなかこう試したいけど試せないっていう人が増えたりすると、うんうん、困りはしないけど楽しくゴルフできるとか少なくなる。そういうことを考えてね。ここまで考えて買いやすいように考えるね、ナポリ。極力こうみんながこう試すぐ試せるようにどんだけいい人なの。変わったね、お前もいいやつになったね。ワンペか。おかげさまで。おかげさまで。7番でいきます。はい、フォローを信じて右から回します。ナイス。出ます。こんなもんです。ピン左。ナイス。ちょっと刻みます。はい、51度。
左ラフ。あ、傾斜むずい、うん、傾斜むずい、これ158ヤード、はい、8番に行きます。ちょっと右でしたね。右だね。うわ、ちょっと。フェアウェイやけど左でしたね。うん。125ヤード。カットいいよ、出しちゃって。フォローっぽいよね。こう一で行きます。はい。ナイスナイス、ちょっと左足下がりの難しいとこだったのに、いや、木越えるからだ、越えん、うん、なんか突き抜けた感じだったね。間、枝と枝の間行ったね、うん、当たんなくてよかったね。やべえ、俺ついたよ。やばい、マイコ、いや、バタバタしそうね。はぁ、ウックラインです。はい、ちょっと長いパッドですね。おい、ウックラインです。はい、伸びる。ああ、悪くないね。ナイスタッチ。ナイスタッチ。多分スライスだと思うので狙っていきましょう。狙って。こいつは八。うお、惜しい。すごいんやけどマジで。ナイス。恐ろしいんやけど。スライスは全部入る気がするんやけど、すごいね。パパッパパッ、ナイス、ナイス、ナイス、ガッツパー来るね。えぐい、ナイス、えぐい。なんか意外といつもと違うかもしれない。あ、怒られるよ。手は両手横よ。ナイス、ナイス、ナイス、はい、しゃあない。そう、真横でここ、ちょっと見ながら、ちゃんとカメラを見ながら。あ、ダボ、俺ごめん、ダボダボ。あ、ダボ、うん、完璧なんで。そんないっぱいあるよ。はい、太郎さんに、ゴルフよりもっとトークお願いしますって言ってます今。これ以上見てるってこと、多分見てるんじゃないですかね。もっと喋るんですか。見れんよね。足りないみたいです。いや、勝つためには喋らん方がいいな、これ。勝つためにナモタン太郎さん、一番好きな食べ物は何ですか。食べ物千枚、千枚、千枚です。数ある中で、そういうとこ行くね。もし死ぬまで焼肉で一品しか頼めないって言われたら千枚で行く。おー、千枚味の切り取るとかが欲しい。いらんやろ、絶対いらんやろ。ずっとこのままなくならなければいい。はい、ザクシクイーンコースの6番ホールです。パート2ラストです。はい、558ヤードです。あ、じゃあ左焼き580ヤードですね。はい、パー5です。前来た時にスプーンで打ってボギー打ったんで、ですね、嫌なイメージがあるんで、ドライバーで右のバンカー頑張ったら超えるらしいんで、はい、頑張ってみます。左270ですとか。やばい、左も行っとうね、今日左方向。ナイス、ナイス、大丈夫。まあ、諦めがちね、両範囲千枚とか言ったからや、多分いらんこと言った。ちなみに、トール君の一番好きな食べ物は。これあ、太郎さん答えましたよ。あ、俺の言って大丈夫。大丈夫、大丈夫。なんか、俺大丈夫。おしゃれなコメント以外はダメらしいです。俺大丈夫、俺大丈夫。まだ面白いの思いついてない。どう打とうかなと思って、まだ。じゃあ、ちょっとバンカー方向に打ち出して、はい、はい、その後に好きな食べ物を答えます。おい、おい、
ダン。もちろん。あちらか。あ、落としたね。行くなら、うん、じゃあ。え、フォロー。左からに左からけど、なんかここが抜けるからね。フェアウェイ真ん中狙いで。はい。全部フェアウェイ。さっきからね。バンカー届かないと思う。右はあの越えますか。あ、本当？はい。よいしょ。まあ、いっか。球が捕まり始めたからちょっとエンジンかかってきてる。よいしょ。ちょっとずつ変わり始めてるよ。ああ気づかれてるよ、ナモリに。道具をすぐ見る。今入れたよ、スイッチ。よっしゃ。はい、行きましょう。はい、行きましょう。ちょっと捕まえに行ったね、今ね。うん、でも、まあ、あれでいいやろ。あれぐらいがこう気持ちいいドローすね、うん、そうそうそう。何、男女関係なく。あ、そうですね。あ、でも女性は僕やっぱ少ないんですよね。あ、そうなんや。はい。なんで遊び人やから。いやいや、やめてください。マジで。手出すから。手出すから。いらんこと言ったね、今。手出すから。手出すから、ロールが。ラフ。週末いつもなんか。ラフの。DM 送って、なんか今週末を。だから。そんなにしてないですよ。いや、行きましょう、次。行きましょう。行きましょう。絶対この話題になったら、太郎さんの方がボロ出るけどね。そうね、攻めすぎてラフ、深い時の70から、あ、50から70ヤードくらいの打ち方が分かりません。芝に食われてショートしてしまいます。ある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 。まずは多分ね、そうラフが長い時ほど意外と下が空いてる時もあるんですよね、うんうん、俺もそう思います。で、その状況で全然違うけど、まずはこう下から横から見たりして、どれぐらいまで沈んでるかによって打ち方がだいぶ変わるんですよ。あ、なるほど。だってちょっと浮いてる時は前の大輔さんの回のパート5かなに出てる、多分打ち方が多分一番いいと思う。上からガツンって入れちゃダメだよ、下から打たないとヘッドを走らせる、うん、でもう沈んでる時はもう諦めて、もう短く持って大怪我にならない範囲でしっかり振るしかないと思う。しっかり振るんです。ラフは僕もある程度諦めていくので無理しないことがいいと思います。なるほど。ちょっとシャンクとかも出るんで、意外とそのラフイコールしっかり打つとか難しいと思ってると、意外と下空いててこうサッと打つだけで打てる時もあるんで、俺がねなんか教えてもらってこれはすぐ使えたなみたいなのは、やっぱもうアッパーでこう打っていいよって言われて、なんか、うん、フライヤーしてもフライヤーして上にバーンっていくだけで、なんか距離エネルギーをこう上にてもうアッパーで上から俺打ち込むタイプやけど、ちょっとアッパーに打ったら全然大きいから、うん、飛び距離はあった。大輔さんにそれ教えてもらったけど、ね、動画以外で、うん、しますロングのセカンドっすね。はい、ちょいラフ、ちょいラフです。はい、でもうグリーン見えないんで、グリーンが木の裏ですね。木の裏っすね。なんで右のあの見えてるカート道の方向に200ぐらい打ちます。はい、じゃあ今5番アイアンで、はい、かからんのかい。オッケーですね、大丈夫ですね、落ちてきました。おい、あんま変わらんかい。変わらないです。これまた難しいところに。距離的に上は行けない。行ったとしてもちょっとあんまりいいこともないので、右のバンカーの上に、右のバンカー方向の上で、かかれば最高。ちょっとフックですかね。かからんでもまあ置くの斜面にちょうどあるかなぐらい。はい、おお、これ完璧。ナイス、ナイス、ありがとうございます。完璧なとこ。いや、意外とこういうね難しいやつとか集中して打つんでボンミスがないというか。いや、さすがっす。フェアウェイ止まんのかな、難しいですね。うん、よかったです。ナイスショットです。刻んだ方がいいね。どう刻むか。次51か、はい、58を使いたいけん、ピンまで320ぐらい、4番でフェアウェイちょっと狙っていきます。はい、ラフが長いんで。うん、あーやばい、うわマジか。ライがね、あ、ちょっと打ちづらかった。硬いし ね、頑張って乗せないけど、うん、26キロもあるけど大丈夫よ。ボールは浮いてますね。
そう、ちょいラフ。ちょいラフ。あ、食われるか、これは。食われるね。食われたら左か。左行くね。じゃあ、二遊で行くの。はい。1ぐらい。それは3度で上がる。ナイスショー。よいしょ。行ってくれ。ちょいでも花道ぐらい。ナイスショー。これです。ナイスで。お願いします。ニユです。好きやね、ニユは。ニユ使いますね。タロさん、ニユは入れてないですか。あ、入れてます。あ、入れてます。あ、240ぐらいに計算。打ちやすいよね。打ちやすいですね。意外と。5番打ってたら今のちょっと、多分もうちょっとはボールから離れて。構えなくちゃいけないですもんね、長いから。そうそうそう。あ、これあるよ。質問来てます。多分これどっちもになんかな、はい、好きなゴルフウェアブランドは何度すか。何度すか。京都。何度すか。京都の方から。何度すか。何度すか。まあもう俺は決まってるじゃないですか。そうですよね。リンドバーグ。リンドバーグ。いや最近離れてるからなんか離れてませんよ。本当ですか。本当なんか G4 ばっかり来てたイメージだったね最近。いや根っこはやっぱリンドバーグ。やっぱリンドバーグ。マダムに絡んでますね。そうそうそう。いやなんかミッションで、ね、ミッションに行った時に舐める勢いでこう、その韓国人のおばちゃんたちが、えあれってレストランで隣に座ったおばちゃんたち、すごい絡んで、はいつって絡んだんですか。絡んだ。いやストーリーでさ、韓国人の女性3人組と、そうそうそう、なんかこうやって写真撮って、4人組やね。あ、4人組ですか。突っ込んでった。全然知らない人です。知らない、はい、おばさんたちどんな光景だった。入手っていやーっつって177の上げです。177の上げ。ちょっとつま先上がり。ちょっとつま先上がりですよね。ラフで上げで左に行くようにまっすぐ消します。はい。ボールは浮いてない。浮いてる。あ、浮いてる。高くはないけど、つま先上がりがすごいから消します。うわ。球高っ。オーバー。フライヤーした。フライヤーか。7番です。大きかった。フライヤーしました。いやでも難しいとこ。163ヤード。はい。はい。アゲンスト、7番に。はい。あ、俺もなんかつま先上がりやね。まくったー。ゴー。行けよ。おい。ナイス。ナイス。いやもう室伏浩司やったって絶対。関係ねえよつま先上がりとか。マジで。ゴルフで出るリアクションないよ。知らねえよつま先上がりとか。砲丸投げの人やもん。やり投げかもしれない。知らんけどさ。何先上がりか知らんけどさ。何かしら投げたもん。そんな寄ってないけどね。いやいや、そこまで。あっから乗るのすごいっすよ。いいえいいえ。わあ、太郎さん乗っとうね。太郎さん乗ってる。よかったね。いやなんかね、ドライバーめっちゃ調子よかったっちゃ、あの、うん、赤ベンタス TR。 試合の時よかったもんね。うん、まあ、こういう日もあるやろ、多分、うん、カバーしていこう。リカバリーが大事だよね。38ヤードです。はい。ナモタンは奥か。こっちから寄せの方が簡単やろ。手前からの。うん。V だもん。昔、マッパパの。58でいきます。はい。うわう。ナイス。ナモガト。ナモガト。やばいやばい。やっぱさ、アプローチがなんとかいけば、うん、すごい。アプローチがやっぱ良くなればいいよね。ドライバーが曲がってもね。曲がってもね、なんかここら辺に置いとけば、うん、ワンパットでしょうか。寄せれる。ね。だからね。スピン入る？おい、当たれ！わー！あー！当てるスポーツか。左当たるはピンに。上りか。はい、いいよ。行きます。バーディーパット。はい。はい。嫌いじゃないね。スライスが。
た。惜しい。もっと左か。ナイストライ。ナイストライ。これ結構ね大事でね。これ外すと桜にこのホール2回連続ボギーになる。今後多分ここ回るときにボギー打つホールと思う。苦手なホールになる。今後桜を回ると。早う段階。早う段階。今後。このホールは今後もボギーを打つと思って回らなきゃ、イメージがね。うまい、ナイス。繊細なやつほどがうまいし、近いのがやばいね。手竿が、手竿ギャル男みたい、手竿太郎。ナイスパー、ナイスパー、ナイスパー、このパーすごいね。ありがとうございます。ナイスパー、いい感じやね。うん、いい感じのね。ティーショットがやっぱね、ドライバーだね。なんか今日、うん、いつもと違うね。まあまあ最近多いよ、登りとかラウンドね。はい、多いですね。15ぐらいで一緒にいます。マジでエンディングです。あ、もう、はい、完璧に回せるやん。もうレギュラーやね、確定やね。完璧レギュラー。ほいほいはい、では、ほい、よいしょ。今ワンダ、ワンダ。さっきのボギーがちょっと、はい、あそこはもうボギーのホールで、ホールになっちゃったね。もうですね、仕方ないね。まあ大体手前から僕みたいに行くとこうパー取りやすいですね。あ、見てください。上から上からいやいや、上からワンオーバーならね。上からは難しい、やっぱ、うん、早かった、早いんだ。あ、ちょっとつけ入れみたいな。殿さんがオーバーです。オーバーですね、はい、はい、まさかの展開です。一番かっこいい、なんか、ま、なんかでも今日ちょっとやっぱ喋ってくれてる分。あ、本当？はい。あ、でもなんか名前で喋るよ、結構抑えと。あ、本当ですか。うん、なんか太郎さんもちょっとガチになってもらいたいんで。もしやってるし太郎さんが負けたら、はい、うん、なんかこう視聴者プレゼントとか。お、まあ、ね、シトリックさんも今回その概要欄に貼ってる、はいはい、あ、じゃあこれでいいんじゃない。いいんですか？え、新作の F ロー T シャツ、バックプリント。うわ、バックプリント。もうネット上は完売したんかな、これ。かっこいい。めちゃめちゃやばいでしょ。え、 T シャツ白、白黒、じゃあ1枚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 お2名様、2名様、あれはすごい。サイズは ML、 M、 M、 そうね、標準のタイプの M とか L やから、じゃあ M1 枚、L1 枚、 L1 枚、M1 枚、はい、白黒、うん、あ、え、白に M、 L。 サムネいく、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 2枚でいいやろ。いいですね、ありがとうございます。2枚もありがとうございます。ありがとうございます。します、かっこいい、はい、ではじゃあ太郎さんが負けたら、負けた場合、負けたらね、負けた場合ですね。これ勝たないとね。え、誰に、トールにってこと。いや、ここやないと、どっちかに、どっちかに、どっちかに、ここにも。あ、そういうこと。はい、どっちかに負けた場合。じゃあもう送ります。まだ分からないですけど、まだ分からない、もらえないかもしれない、まだ分からない。では概要欄に貼っておきますので、はい、ぜひ、エフロレッセンスのインスタグラムフォローお願いします。お願いします。ナオさんもインスタグラムやってますので、ぜひフォローお願いします。お願いします。ではこの動画がいいなと思った方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。Pace as long as you finish, consumers find a way inside your business. Babbling, they try to dabble in it, and they hate the fact that they may have to witness. You can aim for the top like this, and you're in your element with a fire like this. Are you? Yeah, KB Dynes. もう最低やもん。加藤隆のライバル。